反り腰で下腹がポッコリ出ている方におすすめなレッグサイクルを紹介していきます。通常レッグレイズというと足を上下に動かすんですが、反り腰の肩や腹筋が弱い方、どうしても足を下げる際に上体が持ってかれたり、足を下ろした際に腰に隙間ができて腹筋に効く感じがしない、そういった方も多いと思います。そこで今回はそんな方でもしっかり下腹に効かせる方法というのを紹介しますので、動画を見ながら一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、下腹をうまく使う方法としてレッグサイクルというメニューを紹介していきます。今回のメニューは腹筋の深層部を使うことができる、負荷がかかりすぎないのでお腹をへこませる腹横筋に意識ができる、初級者から中級者の方でも行いやすいメニューになってますので、20秒初級中級上級と3種目紹介していきますので、全部通してやってみてください。お腹が気になる方の腹筋メニューとしては、上体を丸める、上体丸める場合腹筋の真ん中と上を縮める感じで上体を起こす腹筋は使われてます。日常的に上体丸めることってありますよね。ですが骨盤を立てるっていうことは日常的にあまりないと思います。これが弱ってしまうと反り腰が悪化してお腹が伸びてお腹が出やすくなってしまう、お尻の力が抜けてお尻がたるんでしまう、そういった原因になります。今回は下腹の腹筋だけを動かす意識をしやすいメニューになってます。一緒に頑張ってみましょう。それでは紹介します。下腹を効かすコツは、下側の腹筋を締めるっていう意識が必要になります。手を腰に当てて親指よりも人差し指が上に向く感じで骨盤を起こしてください。これをまず20秒間癖づけましょう。正座からお尻を持ち上げて膝を少し開きます。この状態で指先を上に向ける感じで下腹だけを締めてください。スタート。ゆっくり骨盤を立てる感じです。ぐーっとお尻を締めながら、お尻が後ろに下がらないようにお尻前に出したままで、お尻をさらに前に出しながらな感じです。ぐーっと下側だけ、はい、 OK です。それでは寝て行っていきましょう。スマートフォンは持ってても置いててもできます。まず寝た状態で今の骨盤を立てる感じで腰を床につけましょう。この状態で足を自転車漕ぐ逆側に回す感じです。こういう感じで腰をつけたまま動いていきます。これ20秒です。息はとにかく長く吐いてください。息を止めないように意識です。それではいきます。スタート。できれば上体もしっかり起こしてください。自転車を逆に漕ぐ感じです。しっかり体を起こせれる方は起こして、どうですか。はい、 OK です。今度は動きを小さくします。上体を起こしてこれぐらいの幅で足を動かします。さっきよりもちっちゃく回します。それでは行きましょう。スタート。こういう感じで自転車逆回しです。あー結構きつい。動きがちっちゃい方がね辛いです。頑張って、あと少し、くっ、うわっ、おー、徐々に効いてきてますよね。あともう一種目です。今度は足を伸ばして上下に足を入れ替えていきます。辛い人は寝たままでもいいです。ラストいきましょう。それではいきます。スタート。足をね大きく動かしてください。そうすることで内腹斜筋外腹斜筋も鍛えられます。息はできるだけ長く吐いて、あと少しです。 OK、うお、これで一番初めにやった骨盤を立てるやつをラストストレッチとして行いましょう。それではいきます。
タート。指先を上に向ける感じで、下腹使ったばっかりなんでね、これでも結構ね、最後絶対辛いと思います。息をどんどん吐きながら、下腹の腹筋だけを締める感じです。指先上向けて、 OK。 お疲れ様でした。今回のね、下腹を上手に使うことができるメニューになってます。普通自転車漕ぐ感じの腹筋メニューって前に漕ぐんですけども、前に漕ぐとお腹が伸びやすいんですね。逆に回すことによって下腹を締めることができるので、今まで体ひねりながら自転車漕ぐ感じでやってたよって方も、逆回しにする方が下腹に効かすことができます。反り腰だよ、お腹出やすいよって方は、今回のメニューを週に3回ぐらいが目安です。腹筋を24時間で回復すると言われてます。正直毎日やってもいいぐらいです。ですが継続という意味を兼ねてやると、週に3回ぐらい、月水金、そういった感じで曜日を決めて行う方が継続しやすいです。気が向いたらやろうではなかなか進みません。時間や曜日決めてスケジュールに入れてですね、動画を見ながら何度もやってください。頑張ったよ、勉強だったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。